皆さんこんばんこばはルー散歩のお時間です今回は代官山津田屋書店に突如生えたシャネルだけを調査しに行きました見てくださいこのシャネルと書いてある竹の数々一体代官山津田屋に何が起きているんだとんでもない数のシャネルだけが生えている。 あそこにもここにもいったいが起きているんだまだ生えている。まだ生えている。なんということだ。